分。お昼ご飯食べて帰ります。ではまたお会いしましょう。皆さん、平山茂でした。足つった。つってます。つってます。つってるんですか。つってます。やばい。足つりました。焼いてばーまた。足跡寄せてください。焼いてばーまた。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まだお待ちしております。はい、ありがとうございます。リフト乗ってね、あっちのロープウェイの方、ロープウェイの駅がある方にリフトでずっと行きます。そうするとあっちにお昼ご飯食べるところがございます。そこでお昼ご飯をみんなで食べて下山します。はい、滑るから気をつけて。大丈夫。うん、楽しかった。いや、ちょっとね、霞んでますけど、めちゃくちゃ天気じゃない、景色めちゃくちゃいいです。最高だね。いやー、ちょっとこのロープウェイ、ちょっと独り占めも嬉しいですね。タイミングが良かったのかな、平日っていうこともあるし。いやー、早いな、めっちゃいいな。こんな感じですね、チケット。あー、揺れてますよ。1320円でございます。往復で買ったらもうちょっと安くなるのかもしれません。すいません、ちょっと私下りだけ使わせていただきました。いや、下りはロープウェイがいいよ。ただ難点はですね、ちょっと止めた駐車場までロープウェイ降りてから40分かかります。
40分上り坂をひたすら歩きます。先ほども少しだけ上り坂を歩いたらもうすぐに左足つりました。非常にちょっと左足が壊れてますので、ちょっとそこが不安要素なので、もう最悪ロープウェイ降りたところにもしタクシーがあるんだったらタクシー使っちゃおうかなと思っております。ほんとみんなごめんね、みんなごめんよ、ほんとにごめん。あそこさっき歩いた、覚えてるよあそこ。あーちょっと見えないですかね、人がいますね。あそこさっき歩きましたよ。ちょっと私はお休みだったので、今日はねちょっとこういう形で登山してますけれども、本日もねお仕事の方いっぱいいらっしゃると思いますし、本当にお疲れ様です。ぜひ、この動画がね参考になるかは分かりません。もしよろしければご在所登ってみるのはいかがでしょうか。まあ、もうねすでに登ったことあるよっていう方もいらっしゃると思いますし、こんなね山があるんだってこの動画をきっかけに知ってもらえた方もいるかもしれません。もしいいなと思った方はぜひ三重県のねご在所登ってみてください。まだまだ、いやちょっとロープウェイ一人になるのはなかなか、ないかもしれませんけども、平日がおすすめなのかもしれませんね。ぜひ来てみてください。みんな頑張ってるかい、頑張ってるかい、みんなごめんね、ほんとちょっとほんとごめん、もう無理だった、ちょっと自力で降りる自信はなかったです。すいません、ほんとに本当にすいません。今日はですね、急遽、お友達に誘っていただいてご在所に登るということでね、こういう形になりましたけれども、来てよかったです。本当に来てよかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。誘ってくれた小堀くんありがとうございます。改めて大丈夫だなって思いました。大丈夫、本当に大丈夫だなって、あとこのね景色を見て本当になおさら、大丈夫だってなりました。大丈夫です、大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫。本当に今日はありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。また明日、おやすみなさい。飽きさせない、飽きさせないロープなんですよ。なるほど、それがやっぱ僕は登山の好きな人にはいいと思うんですよ。
やばいです。このペースじゃないとちょっと足がつります。もう足がダメです。先にロープウェイで降りたけど、みんなの方が先に駐車場に着くかもしれません。先は長いです。頑張れ足、頑張れ足、頑張れ。いやー、やばい、やばいです。こんなペースではダメだ。ちょっと平地になりましたね。よかった。でもまだまだずっと登りが続く予定です。